ったその会ってない人はもうなんかもう話さなくていいし、なんか謝らなくてもまあ別にいいかなみたいな、てかあるじゃんそういう、まあなんかちょっと気まずい人間関係だけど、なんかまあしょうがないかみたいな、それとさ、まあそういう感じだったけど死んだって聞いて、まあやべえってなんかやっちゃったってすごい思ってたの。そしたらなんかそんなに覚えてなかったはずだったんだけど、なんかその後悔するのと同時に、後悔したことみたいなのがすごい出てきたっていうかさ、あこれあったなみたいな、それでこう僕はそこがそういう感じのことがあったなって思い出したわけ。なんかそういう感じっていうの変だけどさ、そういうのないの。いやなんか本当にさ、その後悔すら、そうか、なんか自分のさ、なんかその台本の中でさ、なんかその震災でさ、なんか震災でなんか、同級生震災で死んだ同級生の顔が、同級生がいるんだけど、あの顔とか、なんかそういう感じがなんか全然思い出せないんだよねみたいなセリフを使ったじゃん。顔はね思い出せるんだけど、まあ、さっき言ったみたいなことで一緒に何やったとか何の話だっていうのが全然思い出せないんだよねみたいな、セリフを、まあ、わざわざでも作品にまで登場させてるわけじゃん。そうだね。あんな唐突に言ってもさ、誰もわかんないけど、ね、なんでいきなり震災の話になったのみたいなさ、感じだと思うよ。けど、なんか、思ったけど、なんでさ、その、なんか覚えてないっていうことはさ、別にいいじゃん、さ。覚えてないっていうか、覚えてないんだなって思うようなことって、別にそんな、重要なことではないじゃん、なんか。いやだから普通に多分なんかさ、ああこの人はあんまりあのヒロシのこと、ヒロシとはこう距離感微妙だったんだなみたいな、ってなると思うんですけど、今で俺はなったよ、なったよ。実際多分微妙だったんだよね、だからあんまり覚えてない。それでもなんか、なんか変な形で俺の中で、ヒロシっていう人間が残ってしまったっていうか、変な形で。え、つうかさ、変な感じもいいけどさ、ヒロシをやってみてどうだった？どうだろう？ヒロシ。まあ少なくともね、まあ、残ったって言ったから思ったんだけど、そのヒロシがさ、のことが自分の中になんか残ってんでしょ。記憶とかなんかちょっと、なんか記憶とかでもないの。でもまあ残ってるわけじゃん、で役者なわけじゃん、つうことはさ、そのヒロシ、そのある役を作るのにあたってさ、その自分のあんまないことじゃん、だって